今日は特典航空券で、長男は全日空 ANA に乗ります。皆さんこんにちは、エミカです。2021年4月6日千歳空港から羽田に向かう搭乗便に乗ったんですけれども、久しぶりの全日空機に乗ったんです。で、この荷物を預ける機械、初めてエミカ券使ってみました。いらっしゃいませ、ありがとうございました。荷物を一つずつお預けください。で、いけんの？これがなかなかうまくいかなくって、ちょっと様子を見てくださいね。あ、これで出てくんだ、タグが。初めてのことでわからない。搭乗券を登録して出てきたタグを受け取り、そのタグを自分で荷物につけます。機械券はなんかなくても平気なの？あ、そうなんだ。へえ。宇宙に行ってらっしゃいっていつも。うわ。はい。すごい。行ってらっしゃいって感じ。あ、ダメなの？なんで？なんか入ってたのこの。なんか、はい、重量オーバーですか？なんか。なんですね。読み込むようにあのバーコードを上にしていただいたら読み込めます。あ、なるほど。すごい光が当たってる。でお扱いできますので。ありがとうございます。最後にお控えだけお受け取りください。はい。荷物を家族3人分無事に預けることができまして。今回は長男の入学式で羽田空港に向かいます。久しぶりの全日空ということで、翼の王国楽しみにしていました。機内には設置されていなかったので、シエさんにお願いをして持ってきてもらいました。今回見た雑誌なんですけど、サイズが小さくなっていまして、ウェブでも見られるようになったというふうに伺っています。時代の流れなんでしょうかね。字がとっても大きくなっていまして、なんか寂しいやら時代の進化を感じるやら、そんな感じでした。5分頃到着ゲートに、到着する
CA さん、からね、受け取り所これがもう第2ターミナルだから、全日空だと ANA、 あの ANA とエアドゥがこっち、羽田空港から新宿まではバスで向かうことにしました。新宿行きは3時40分。この演技家チャンネルは北海道に住んでいる演技家の視点でお届けする北海道の情報や、私の故郷である東京に行ったり来たりしている飛行機での様子なんかもお届けしています。ぜひチャンネル登録していただいて、この先もご覧いただけたら嬉しいです。羽田に着きました。위험 방지를 위해 주행 중은 안전벨트